こんにちは、シューバードです。今回はクローン社の KTR をご紹介させていただきます。 KTR っていうのはですね、あんまり聞いたことがないネーミングかもしれませんが、ケンタウルスと聞けば皆さんピンとくるでしょう。そう、一世を風靡したあのオーバードライブですね。イメージとしては非常に上手な方々が使用しているクロート向けのエフェクター、そのケンタウルスの後継機がこの KTR なんです。見た目は非常にシンプルになってますよね。何がシンプルかというと、やはりこのつまみに何も書いていないところですね。もうこのあたりからクロート向けっていう感じがしますよね。つまみは下からレベル、トーン、ゲインというふうになっております。ケンタウルスといえばイメージ的にはですね、先ほどもお伝えさせていただいた通り、上手な人が使っていて、非常にデリケートな歪み、あとニュアンス、ピッキングのニュアンスとかを細かく再現してくれるっていう風なイメージがあります。まさにこの KTR もですね、その後継機ということもありまして、めちゃめちゃ細かいセッティングが可能で、しかも音が太い、驚きの太さでしたね。なんかですね、鳴らしていて心の隙間を埋めてくれるというか、もうちょっとああいうとこ欲しいな、そういった気持ちをですね、全て埋めてくれるような感じの、スーッと隙間に入り込んで穴埋めしてくれるようなエフェクターですね。まあ、今回何かと引き比べをしたいなと思っていた中で選ばせていただいたのがこの SD-1 ボスのスーパーオーバードライブですね。一番オーソドックスなオーバードライブというところで、今回この SD-1 と KTR を比べさせていただきたいと思います。注目していただきたいところは、やっぱり音の太さとこのドライブのつまみですね。この SD-1 は割とね、この12時ぐらいからこっちのフルの方に回しても、あんまりね、この辺の歪みの深さっていうのは変わらないんですけれども、このケンタウルスはですね、真ん中から先、そこも細かく歪みが変わってくれます。ちなみにですね、注意点としてはですね、ここがですね、センターではないです。ここが0で、ここがフルなので、だいたいこの辺がセンターですね。右向いてる状態がセンターというふうにご認識ください。では早速鳴らしていきたいと思います。